日本語が使える歯医者さん21世紀歯科。ゴーピンファンディエンのパン屋さんのパンを作ってるとこ、アンバサダーホテルのミエンバオディエンの中パン。早安、早早早早早。哦，现在时间9:50，哦，赶快上班。今天也好好累哦。このモアバーガーってとこ行きたいんだよな。ちょっと興味あり。今度行ってみよう。リビングモア、めっちゃいいマンション。いいね。住みたいね。最近ね、今住んでるところからまた来年は絶対引っ越すぞって思ってて、ちょっとね、もうちょっと職場に近いところか。に引っ越そうと思ってます。今のところも全然悪くないんだけどね。まあなんか1年ぐらいしたら引っ越したい病にかかってるっていう感じ。いやまあでもなんか中山区に住んでみて思ったことが、やっぱ中山区って便利すぎるから、他のところ行かなくなるんですよね。前住んでた文山中ムーザーってのは台北でいうと右下のここら辺にあって、めちゃくちゃ不便だったんですよ。不便というか、まあ一応何でもあるけど、市内に出るのにまず結構時間かかるから、台北市って言ってる割に台北市って感じはしないっていう。まあまあ101まで15分ぐらいで出れるってのはいいけど、でも別に101の近くって特にこうなんだろうな、することないというか、まあ僕はすることはあまりなかったんですよ。なのでイージェントホテルを見つけました。ここも泊まってみたいな。日光ホテルかな、これは確か。日光ホテルはこれ、日本航空のホテルですよ。ホテル日光か。ホテルロイヤル日光。いやなんかね、便利な中山駅の近くに住んでるのはめちゃくちゃいいんですけど、やっぱりね、行動範囲が狭くなるとなんか出不精になって、どんどんね行くところが決まってきてるって感じで、もう職場と自宅の往復で最近ほぼほぼ生活が完結してる。まあでもわざわざね違うところまで行くメリットもあまり感じられないっていうのもあるけど、ちょっとね、前だったらその文山中と中山とかを行き来する間に市政府ってとことゴングワンっていう駅のところをよく行き来してたので、あ、行き来というか通過するから、その近くで降りてご飯食べたりしてたからね。最近このツァイスのレンズにね変えました、あのメガネの方のね。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。めっちゃねクリアに見えるしね、変えてよかった。あ、僕が使ってる銀行です、メイン銀行。どうしたんだろう。おー、ジーローファンのお店ができるんだ。今度行ってみよう。どうしたどうした。あ、ホテルか。隔離ホテルがあるのかな。バーファンユンジーを見つけました。ここは焼き餃子とゴーティエと、水餃子が美味しいお店です。オータイムカフェ。ここはね、なんか昼休みの時間とかに一回行ったんですけど、外でタバコを吸えるコーヒー屋みたいで、ただ中にもね、その煙が入ってきて、ちょっと僕は、どうかなと思いましたね。よし、それでは仕事行ってきます。バイバーイ。仕事終わりました。仕事は。
もう終わったと言っても昼間、昼の休憩なんですけどね、昼の休憩があって、今からちょっとね郵便局の方に行きたいと思います。昼休み使ってね。いやー疲れましたね。昼忙しかった。夜はもっと忙しいみたいで、今日は金曜日だけど、いやー頑張ります、頑張りたいと思います。五条一風堂があるんですよ、ここ。あとなんだ、六条に行って、六条のところにはイーメイっていう、あのこっちでいう乳製品とかの、まああのコンビニみたいなのがあって、これですね、イーメイで、郵便局はあっち。うわ、並んでるな。並んでるな。でも今日行っとかないと月曜日になるから、やっぱ行くか。郵便局とか銀行ってなんで土日やってない、土日やってないのはまあしゃあないし、だけど、夜やってないのが困るな。平日の夜もやってほしいな。それで、なんか、物流がやっぱ悪く困るんですかね、物流というか、そういうのが。よし。これホテル大倉、大倉ホテル、中山の警察署、メガネ屋ダイソポスト、幼稚ポストオフィスに来ました。おっとっと、まあまあいるな、待ってる間にちょっと散歩します。中山駅の近くをね、一周ぐるっとやってこようかなと思います。よしよし、あー危ねえな、バイクがガンガン来てる。おー、昔泊まったことあるな、ここ山田屋。もう今多分やってないけど。あーで、ここの水餃子じゃない、蒸し餃子をよく食べてましたね。懐かしい。よーし、行こうやな。一周してる時間あるかな。まあいいや、行こう。お、スパイスカレーのお店ができてる。今度食べに来ようかな。美味しそうじゃん。スパイスカレー台湾も今流行ってますね。この前ね、ジョンシャー風神の大阪スパイスカレーかな、食べたんだけど美味しかった。ここもね、いつも賑わってますね。で、これが、三越がありますね。三越のスタッフの人が休憩してるんだな。ここの四川料理もすごい気になるな。四川料理を今度食べにここに来よう。
何かメニューを見てみとこう。おお、美味しそう。いいっすね、いいっすね。美味しそうですね。不要自理。で、こっちまっすぐ行って、右に行って、何ですっけ。まっすぐ、こっちが中山駅ですね。こっちに行ったら中山駅で、こっちに行ったら臨泉ペイリューの方です。帽子がある。モーモーパラダイスが見つけました。一回だけ行ったことあるな、海中で。美味しかったイメージはある。よし、そして僕がよく行くメガネ市場、メガネを洗っていきたいと思います。お世話になってるメガネ市場さん、不好意思、シシエ。あ、ジェンカン、ウェイラジェンカン。ウェイラジェンカン。最近よくね、電動のね、キックボードを見つける。結構ね、早いんですよ、あれ。めっちゃ乗ってみたいな、まず。ベサキっていうインスタグラマーの友達、下にリンク貼ってますけど、ベサキっていう友達がね、いいよって言ってて、めっちゃ早いらしくて、あれね、興味ある。なんか最近めっちゃ増えてる。毎日見る。こうやって洗ってもらってます。メガネを洗ってもらいました。サイゼリアを見つけました。サイゼリア久しく行ってないな。まあそもそも日本にいる時もあんま行ったことなかった。よし、戻ってきました。いい運動になった。台湾銀行からの中華郵政。不好意思啊，请问一下，我之前是十块到东京，现在是十三块吗？没有啊，也是十块啊。一样十块吗？对啊。啊，那日本都是一样吗？看一下，应该没错。日本吧，对不对？对，都是日本。我想确认一下。还是十块。十块啊，那我要。我想买十张十块，对，就这样好了，谢谢。好，谢谢。好，谢谢。日本まで絵はがきを送る切手を買いました。ドラゴンフルーツの絵だ。1枚10元でした。40円。安いね。イエーイ。